バルボロフェリスカは、ネコモクネコアモクに属する、哺乳類の絶滅したトガ。新大三期中心よの間に、北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、アフリカ大陸に分布し、約1690万年前から約900万年前までの、約790万年間生息した。同じく絶滅したネコアモクのトガであるニムラブスカの会、分類群として扱われることもある。 タイプ属のバルボロフェリス属は、シュルツエトールで記載され、典型的な検ト虎として、マカイロドゥス赤の親属、バルボロフェリス属に分類された。後に、バルボロフェリス属は、テッドファードで、ニムラブスカに再分類され、ブライアントで赤に昇格した。しかし、2000年代に行われた多くの研究で、バルボロフェリス赤は、ニムラブスカよりもネコカに近縁であるとされ、 モーロへ通るで独立したトガとして扱われた。それ以来、バルボロフェリスカをネコカの姉妹軍とする見解が主流になっているが、2020年に中国北部から中期中心よのオリエンスミルス族が報告された際、主に頭蓋骨の形態形質に基づいて、バルボロフェリスカがネコカよりもニムラブスカに近縁である可能性が示され、この見解に疑問が投げかけられた。 バルボロフェリス科の最古の化石記録はアフリカ大陸の前期中心夜の地層から確認されている。前期中心夜の終わりまでにアフリカ大陸とユーラシア大陸は陸境でつながり動物症は両大陸間で交差が可能となった。バルボロフェリス科はアフリカからヨーロッパへ少なくとも3度移動した。サンサノスミルス族から派生したバルボロフェリス族はユーラシア大陸を介して 北アメリカ大陸まで進出したバルボロフェリス化の系統関係を以下のグラドグラムに示す。ありがとうございます。